ボーイのハイウェイに乗る前に、高速道路に乗る前に、カーステレオからかけたぜという方も多いんじゃないんでしょうか。今回はそのハイウェイに乗る前にのギターソロの弾き方をお話ししていきます。それと合わせて、私がボーイのコピーバンドをしてた頃のお話。よくあったんだよな、これ。あるあるという話。これも合わせてお話ししていきたいと思います。さて、そのハイウェイに乗る前にのギターソロなんですけれども、正直、こう弾かなくちゃいけないっていう決まりはありません。Cマイナーペンタトニックスケールというのがね、あるんですけど、ね。まあ、それを中心に、そこからこうね、暴れ回るみたいな感じでね、弾いていく。そういうギターソロなんですが、まあ、それじゃね、ちょっと説明が難しいので、まあ、アドリブでやってくださいってね、言われてもですよね。なので、ね、ケースオブボーイの弾き方、これを参考にしてお話ししていきます。はい、こんな感じかなっていうところなんですよね。というのは一部聞き取りにくいところがあるんですよ。で、映像でもね確認しようと思ったんですが、これ神戸のライブでの音源なんですね。で、映像は神戸の映像と横浜の映像がこう入り乱れながら出てくるんですよ。なのでちょっとね確認が難しい。そういうのもあって、まあ、こんな感じかなっていうね、参考程度に考えていただければなと思います。ちなみにですね、映像、ジャケットを着ているのが神戸、ジャケットを脱いでるのが横浜の映像です。ね、これ、おそらくそうだろうなっていうところなんですけれども、というか、最初に話した通り、決まりはないですから、うん。ちょっとぐらいね、間違っててもいい。みんな違って、みんないい。ね。なのでね、気にしなくていいですから。で、この中で渡辺が好きなポイント、ここです。ここね。これね、おそらくアドリブで弾いてるわけなんですけれども、普通このメロディー、思いつかないよなーって思って。でも、その曲のね、イメージにめちゃくちゃ合ってるんですよね。すごいなーって思うんですけどね。それと、あと、ここですね。これですね。もう、これす、やっちゃってるねーって感じなんですけどね。これね、じゃ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 ね。これもね、豪快ですよね。これも思いついてもやるかっていう感じなんですけど、もうほんとね、ここがね、私のめっちゃ好きなポイントです。で、最後のここ。ここですね。ここだけはビシッと決めないとかっこ悪い。ね、ここだけね。もうそれ以外はどうでもいい。もう自分の好きなようにこうインスピレーションでね、こうわーって弾くでいいと思います。みんな違ってみんないい。はい、という感じでですね、この曲もね、きっちり正確に弾くというよりも勢いで自分のインスピレーションで思いっきり弾くというね、そういう感じで弾くといいと思います。ただね、このギターソロに出てくるね、フレーズ、これはですね、ものすごく参考になると思いますので、まあ、そこからね、こういろいろフレーズを盗んでいくというかね、
自分の手癖にしていくみたいな形で、練習をしていくといいかなと思います。ではもう一度演奏を見てみましょうね。さてここからはボーイコピーバンドあるあるということでね、お話ししていきたいなと思いますけれども、私もね4年ぐらいボーイのコピーバンドで、活動してました。でその時にね、ライブ終わった後こう打ち上げとかするんですけど、その時にねたまにね聞かれてたことで、これ多分他のコピーバンドの方もね聞かれてね、よくあるんじゃないかな。こういう質問を受けることはね、あるんじゃないかなって思って、今回、ちょっと3つね、選んできました。正直ね、困っちゃうんですよ。こんな質問されても。そういう3つです。ボーイコピーバンドあるある1。ライブ後に、さっきの演奏、ケースオブボーイバージョンですか？これね、聞いてくる人いるんですよ。さっきの演奏、何々バージョンのやつですよね。みたいなね。確かにね、コピーバンドだからね、その何々バージョンのやつを弾くとかね、その元のね、バンドの演奏と寸分たがわぬように弾くのが、まあ、正直正解なんでしょうけどね。でも、何々バージョンを弾かなくちゃってやってると、そのそっからちょっと違うことをしちゃったらまずいからなみたいなね。で間違わないようにガチ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 ってこうなんか固くなってね、もう演奏どころじゃなくなっちゃうし、あとライブが楽しくなくなっちゃうんですよね、正直ね。で来てくれたお客さんもなんかそういうの見たらなんかカチコチになって弾いてるねってねなっちゃうと思うから、もうその何て言うかな、あんまりこだわらずにこう弾いてたところがあるんですよ。だからとっさにね、こう弾くみたいな感じでやってたところもあるんで、その何々バージョンですよねとか言われても、ってなっちゃう時があってですね。ただね、YouTube だと、その、まあ、冷静な目で見られちゃうから、そのね、弾き方がね、ちょっとでも違うと、なんか違うよ、その弾き方っていうことをね、言ってくるボーイ警察の人たちがいらっしゃるんで、まあね、なるべくこう、元の弾き方にね、寄せて弾こうとしますけれども、まあね、ライブの時はあんまりそこの辺は気にしないようにというかね、気にしてたらその生きた演奏ができないなと思ってやってませんでしたね。まあね、このコピバンやってる皆さん多分みんなそうだと思うんですよ。で、その聞いてみてください、そのコピバンの人たちにね、何々バージョンですかねみたいな感じで、だ多分ですね、そういう、やってるコピー版の2期はですね、こう答えると思いますよ。俺バージョンだよってね。ボーイコピー版とあるある2、デモ曲バージョンもやってください。これもね、確かにね、こうボーイってね、あのデモ音源が異常に出回ってるせいで、そのね、なんていうかな、そっちの方が好きっていう人、その元の曲、デモ曲の方が好きっていう人が結構いらっしゃってですね、そういう方からそのデモ音源と同じような演奏でやってほしいみたいなね、そういうリクエストをする方がたまにいらっしゃるんですけど、いやもちろん知ってますよ。ハイウェイに乗る前にもプッシーレイディっていう曲、うー
My Honey, Bush Lady っていう曲だったっていうのを知ってますよ。知ってますけどね。でもね、私はあの、アーティストの気持ち、そのボーイの4人の気持ちを尊重したいんですよね。だからやらない。デモ曲はやらないようにしてるんですよ。まあ、デモっていうのは、まあ、最初ね、こう、どんな曲なのってこうね、こうみんなでこうやっていく中で、その最初の取っかかりがないとできないから、とりあえず作りましたっていうやつなんだよね。で、それにいろいろ肉付けしたり、あと手を加えたりして、最終的な形になっていくわけですよ。ね。で、まあ作った本人たちは、そのデモ音源っていうのは、やっぱ何かしらちょっと世には出したくない。世の中には出したくない状態。まだ未活性だから、未完成だからね。その世に出したくないっていうもの。で、最終的にこう手を加えてできた完成形を聴いてほしいっていう、そういうものだから、そのね、デモ音源が出回ってること自体が本当は良くないことだと思うんですよね。わかりますよ。その、デモ音源手に入っちゃって、聞いたらそっちの方がかっこいいって思ったんだもんってね。それはもう正直な、ね、気持ちだと思いますけど、私はそのデモ音源、それをわざとね、ライブでやるっていうことを、まあ、そういうことはしたくないなって思ってますね。うん。だからやんないです。ボーイコピーバンドあるある3。ボーイ、なんで解散したんですかって聞いてくる。これはね、正直、知らないですよ。解散の理由ってね、言われてもね、コピー版やってれば解散の理由がわかるのかなって、わかるわけないじゃないですか。ね。まあ、なんていうかね、ドラムの高橋誠さんが、まあ、本をね、出してるんですけど、その本になんか、書いてるみたいですよっていう感じでね、いつも答えてましたけれども、正直、細かいことまで、その本人たちじゃないからわからないっていうのはね、正直なとこなんだけど、でもね、なんか聞いてくるんですよ。わかんないですけどね。まあ、なんかこう、会話のね、こう、きっかけにしたかったのかな、なんかね、なんかこう、慕ってくれてたのかな。それはね、わかるんですけど、解散の理由わからないですから、ちょっとね、ねえ、なんかね、その、ボーイのコピーバンドをやってれば、解散の理由までもわかってくる。なわけないじゃないですか。そんなことないんで、ねえ、その、わからないんですよ。わかりません。本人たちにしかわかりません。ただね、思うのは、その、ボーイのコピーバンドやってて、ステージで演奏して思うのはですね、本当ボーイの曲って楽しい曲が多いなって、こうステージでやってて楽しいなって感じる曲、多いなと思うんですよ。で、これをね、自分たちで作って、そして、あんなにたくさんのオーディエンスがいる中で、こう、やってきた、ボーイのね、ご本人たち。楽しかっただろうなってね、思うんですよ。でも、解散を決めたのって結構早い段階でね、サイコパス出る前にはもう決まってた。もう、ジャスト・ア・ヒーローの頃にはもう決まってた。もう決めてたとかね、そういうふうな話も聞くんですけど。なので、まあ解散を決めた後にもライブをしてたわけ。なんですよね。その時にね、どんな気持ちだったんだろうなって思ったりもします。こんなにね、楽しいバンド、他にもあるのかもしれないけど、ボーイね、特に楽しいなって、そのコピーバンドやってても楽しかった。でもご本人たちはもっと楽しかったと思うんですよね。もちろん最初は苦労したと思います。売れない時期もありました。で、それを乗り越えて、本当にたくさんのオーディエンスがいる中で演奏できるようになって。ねえ、どんな気持ちだったんだろう。楽しい気持ちとその解散っていう、ね、それがある中で、
どういう気持ちで演奏してたのかなってこう思いながらね、ボーイの曲ステージで演奏してました。はい、という感じで、ボーイコピーバンドあるある、今日は3つお話ししました。もっとねいろいろあると思います。ボーイのコピー版やってらっしゃる皆さん、ね、こういうこと言われるんだよねとかね、あったらですね、ぜひコメント欄にね書き込んでいただければ、きっと私もね共感できると思いますので、ぜひぜひコメント欄に書き込んでくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のギターライフが素晴らしいものとなりますように。ではまた。サメキョウギターチャンネルメンバーシップ、あなたのもっとギターが上手くなりたいを応援。レベルごとにギターの基礎が学べる動画、そしてオンラインレッスン、ギター仲間との出会いがあなたを待っている。詳細は動画説明欄をチェック。まあ、正直ですね、ハイウェイに乗る前にのギターソロはもうこうやって弾かなくちゃっていう決まりはありません。ないんですよ。まあざっくりね、 C マイナー、